え皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました、経済産業省、関東経済産業局の門田と申します。 あの本日はあの、週末午後のお忙しい時間にです、ね、ご視聴いただきまして、ありがとうございます、えー。農林水産業、食品産業の皆様のです、ね、作業安全推進ウィークということで、今回のセッションでございますが、作業安全新技術とマッチングミーティングということでございまして、若干今日私がお話しするテーマがです、ね、皆さん方にとりましてです、ね、えーっとまあ ストレートに刺さるものではないかもしれませんけれども、この後私どもがです、ね、経済産業省の方で取り組んでおります、イノベーション創出といいますか、新パートナーの探索についてのお話をです、ね、させていただければと思います。また、本日このセッションにです、ね、お時間をいただきました、農水省の皆様にはです、ね、改めて御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。それではあの私の方のパートをお勧めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 はい、えー、今日私の方からお話をさせていただきますのは、オープンイノベーションによる農林水産分野の等のですね新事業創出ということで、この後30分間でですねお話をさせていただきたいと思います。 本日でございますが、この後、私ども、経済産業省といえば、皆様方、あの、今日ご視聴いただいている皆様方であれば、えー、よく知ってますよっていうお話があると思いますけども、私ども関東経済産業局のご紹介をまずさせていただきまして、それで、まあ、ご視聴いただいている皆さんに、社会に説法ではございますが、オープンイノベーションとはと。 と,ったところのお話をさせていただいたただ後に私どもが取り組んでおりますオープンイノベーションの推進事業の事例ですとかをご紹介させていただいた後に最後に農林水産食品分野の皆様の方にですね私どもからのご提案という形でですねお話を進めさせていただければと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 まずはじめに私ども経済産業省関東経済産業局でございますが、これ経済産業省全体の組織図になっておりますけれども、経済産業省霞が関にございまして、様々な分野のですね、大臣願望からございますけれども、通商政策ですとか貿易産業政策、ものづくり、 ルールございますけれども、その中で私どもはですね、各地方のですね、地方支部という形でですね、北海道から九州まで、経済産業局という形で、民間の事業者様であればですね、まあ、関東支店みたいなイメージを持っていただければよろしいかと思います。経済産業省霞が関の中で、例えば、まあ、法律ですとか税ですとか、予算をですね、まあ、いろんなところでですね、確保していく。 わけですがそういったものを実行する、まあ、実際のです、ね、現場部隊というふうにお考えいただければよろしいかと思います。例えば農水省さんで言えばですね、私どものと同じような関東農政局さんがございますけれども、えー、私どもを簡単にご紹介させていただきますと、組織といたしましては、 約、えー、職員が340名ということで、非常勤さん合わせますと、500名ぐらいの組織でございます。その中で私が所属しております地域経済部、まさに名前の通り地域経済を活性化をしなさいといったようなセクションになっておりまして、その中で私、産業技術革新課といったところに所属しておりまして、平成30年の4月1日、比較的新しい3年前に立ち上がったセクションでございまして、 産業技術、ものづくりのです、ね、技術開発ですとか、ベンチャー、オープンイノベーション、石材財産の活用のようなです、ね、事業をさせていただいているところでございます。場所はです、ね、埼玉新都心にございまして、皆様の方もですも、ね、もしでしたらあの埼玉スーパーアリーナがあるようなところでございますので、ぜひです、ね、あのお近くのですねお立ち寄りの際はです、ね、あの立ち寄りいただければと思っております。え早速、オープンイノベーションとはといったところでお話をさせていただきます。 え、多様性やスピードに対応する手段としてのオープンイノベーションというところでございまして、え、もうご案内のとおりデジタル技術の発展によりまして、世界各地のものづくりというものが均一化が進んでおりますと。 従来であれば、まあそういう家電を中心にですね、5年、10年、ロングセラーであったト商品がですね、今ではもう2、3年しか持たないよというような状況にございます。そうした中で限られた資源でですね、自社開発をしていくだけではですね、もうその時代のスピード、また開発予算も間に合わないといったところで、従来型のクローズドイノベーションからですね、外部資源を有効に活用するオープンイノベーションの重要性といったものが叫ばれているところでございまして、 下の図を見ていただきますと、従来のクローズドイノベーションですと、社内でいくつか緑色の点がございますけれども、社内の技術アイデアが、研究開発が進んでいきまして、その中でまあ役員の会議に上がるものですとか、そういったものから、ですね、既存市場にまあ10個のうち1つ出るのかなというところでございます。 また、下の方のオープンイノベーションの図を見ていただきますと、そうした中で初期の段階から外部からの技術導入、またはベンチャー企業とのです、ね、パートナーシップですとか、そういったところで,です、ね、研究開発を加速させる、または自社内で製品化が難しいものにつきましては、ライセンス提供ですとか、スピンオフ。 また、ライセンスをです、ね、外部から取得する形で,です、ね、マーケットインのスピードを速くするようなモデルがです、ね、オープンイノベーションと,とになっておりまして、まあ、オープンイノベーションのメリットといったところでは先ほど来から申し上げておりますけれども研究開発コストを削減していきますよといったところとまた時間が圧倒的に速くなりますよといったところでございます、えー、では私ども関東経済産業局がオープンイノベーションをどのような 取り組みをしているのかといったところをこれからご紹介をさせていただきたいと思います。えー、大手企業を中心にです、ね、オープンイノベーションを通じた外部連携活動というものは、すでに活発化をしているところでございますが、えー、課題解決ですとか、えー、新種ということで、えー、そういった外部連携が高まっておりますけれども、一方で,です、ね、まだ多くの企業がまだまだです、ね、具体的な進め方が分かっていないと,いうところでございます。私どもがこの取り組みを進めていく 上でですね、まず大手企業の皆様、中小企業の皆様、ベンチャー企業の皆様、それぞれの皆様に対してインタビューをさせていただきました大手企業の皆様方は求める技術を有する企業がどこにするか存在しているかわからないと自社のルート、系列ルートではなかなか探せないんですよというお話ですとかせっかくやるのであれば全国大のマッチングの場を提供してほしいですとか効率的な企業探索商談の実施方法がわかりませんと。 いうようなご相談、また、中小企業の皆さんに,におかれましては、今までのまあ系列、下請けの中のですね、大手企業以外のアクセスルートは持ってませんよですとか、え自社の技術がそもそも何に使えるのかがよくわからないと、また大手企業さんとですね、相談をする中で、自分たちの虎の技術がえ取られてしまうのではないですかといったようなご不安ですとか、試作品開発を私たちに求められてもなかなか難しいですよというようなお話がございました。 また、ベンチャー企業の皆様方からのお話ではです、ね、大手企業との連携をです、ね、やっているけれどもやはり意思決定がものすごいかかりますねと皆さん時間がかかりますねというお話ですとか。 まあ大手企業のですね定期的な人事異動によって、そうしたですねいい担当者の方、すごく熱心にやってくれる担当者の方もいるし、その方が変わってしまうと、途端に機運が落ちてしまうようなこともあるんですよというお話ですとか、中堅・中小企業とも連携をしたいんですけれども、アクセスルートがないというようなお話がございました。 そうした中で私ども関東経済産業局といたしましては、私どもがここに真ん中に書かさせていただいておりますけれども、ハブ機能という形でですね、企業間ネットワーキング、広域連携のサポートをさせていただくといったところで、えー、図にございます大手企業、中堅企業の皆様方からイノベーションパートナー探索ニーズをお預かりいたしまして、 それを一番左側にございます、自治体、産業支援機関、金融機関、大学のですね、いわゆるコーディネーターといわれる皆様方にですね、そういったパートナー探索のニーズを投げさせていただきまして、そういった方々から、 推薦がありました、革新的なテクノロジー、新たなサービス、アイデアを持たれている方々をですね、大手企業、中堅企業の皆様とのですね、マッチングを実施してきたわけでございまして、こうした取り組みを通じまして、関係機関といたしまして、関東地方整備局さんですとか、本日ご紹介いただいておりますの農林水産省さん、また各地方のですね、経済産業局、中小機構さん、JETRO さん、NETO さん等々です、ね、うん、ご協力をいただいているところでございます。 こうした取り組みを通じまして、私どもは自律的なイノベーションエコシステムの形成。こうしたものが私どもが介在しないでも、こういったイノベーションエコシステムが形成される。また、こういったところがですね、各地域において自主的に展開されていくような取り組みをです、ね、目指してやっているところでございます。 以下、具体的な事例でございますが、この後、詳しくお話をさせていただきます。オープンイノベーションマッチングという形で、地域や組織規模を超えた OI 活動の促進のためのですね、多様なマッチングの場を提供させていただいておりまして、左側から申し上げますと、対話重視型のマッチング、大手企業×中小企業、オープンイノベーションチャレンジピッチという形で、大手企業、中堅企業の皆様方からですね、リバースピッチのような形でですね、プレゼンテーションをしていただく場ですとか、 また今までの,このです、ね、リアルのです、ね、対面を重視しておきましたけれどもシステムを使ったウェブを使ったオープンイノベーションマッチングスクエアまた今年度スタートしております中堅中小企業の皆様と SU これスタートアップでございますアクセラレータープログラムといった取り組みも行っておりましてまた今年度はです、ね、なかなか実施ができておりませんけれどもリアルな形でのネットワーキングのためのです、ね、セミナー等も実施してきたというところでございます。 具体的に申し上げます。対話重視型マッチングという形でございますが大手企業とですね、中小企業のオープンイノベーションという形で私どもはこの事業を実施するにあたりまして大手企業様がですね、持っている課題自社の課題を解決するのはやめましょうといわゆる業界横断的な社会性の高い課題についてマッチングパートナーを探索するといったところで行わさせていただいておりまして、えー 例和元年度、平成30年度の事例をさせていただいておりますけれども、エネオスホールディング様からいただきました CO2 固定化技術のですね、パートナー探索のニーズですとか、JR 西日本様からいただきました、車椅子の利用されるお客様がですね、安全性、快適性を高めるために、えー、車両のですね、乗降時の段差、隙間を解消するようなテクノロジー、 そういったものを地域の中小企業から公募させていただきまして全国からです、ね、約30社ぐらいからのご提案がそれぞれのにございましてプレゼンテーションを行った結果です、ね、それぞれの株式会社 KSJ 様また株式会社小松製作所様がです、ね、パートナーとしてです、ね、選ばれまして今です、ね、デモ機の施策ですとか実際な CO2 の固定化に向けたです、ね、プロジェクトを実施しているところでございます。 また、先ほど申し上げましたリバースピッチという形ではオープンイノベーションチャレンジピッチという形でですね、大手企業、中堅企業の皆様方からですね、いわゆる支援機関、大学ですとか地域産業支援機関、金融機関行政機関の皆様方にですね、プレゼンテーションを行っている場もですね、設けさせていただいているところでございまして具体的にどんな企業様がですね、ご登壇をいただいているかといったところでございます。 これは先週の金曜日でございますがオープンイノベーションチャレンジピッチ2020完全オンラインで実施をさせていただいておりますけれどもカラオケで有名な第一工商さんですとかまた本日のテーマでもございます食品分野からはデリカフーズ様がですね野菜品質評価指標を基盤としたスマートフードチェーン構築のための技術ニーズまた中堅企業の代表として日徳株式会社様 また、えー、エンターテインメントの分野ではバンダイナムコ研究所様などにですねご登壇を頂い,いているところでございます今までどんな企業様にご登壇いただいたかという開催実績でございますが今まで、えー、前回も8回実施をしておりまして1回目から7回目の中にもですね ですと、味の持つ様、また第4回にはキユーピー様がご登壇をいただいたりですとか、第7回にはです、ね、久保田様なんかにもですね、ご登壇をいただいておりますので、ぜひ今日ご視聴いただいているえ企業の皆様で、こういったピッチえ、イノベーションパートナー探索を行いたいなというようなニーズがございましたらば、ぜひ私どもの方にですね、ご相談をいただければと思っているところでございます。 今までこうしたリアルなです、ね、マッチングの場をご提供させていただいているところですがこうしたリアルな場だけではなくてです、ね、リアルな場に加えましてウェブマッチングのです、ね、システムを昨年令和元年の7月からです、ね、実施をさせていただいているところでございます。 このシステムでございますが、中小機構のジェ g テック中小企業基盤整備機構様のですね、JEGTEC というですね、システム、ウェブマッチングサイトがございます。その中にですね、曲がりをさせていただく形でですね、 スタートさせていただいているわけでございますが、ジェグテックの概要というところでございます。ジェグテックは中小機構さんが運営しているビジネスマッチングサイトでございますが、その中に私ども OIMS というふうに、OIMS でですね、OIMS というふうに呼んでおりますけど、オープンイノベーションマッチングスクエアの略でございます。そのジェグテック内に事業連携、共同開発、マッチングに特化した形でですね、 えー、いわゆる受発注ですとか試作品、代理店募集ではなくて、事業連携、共同開発のパートナー探索という形でですね、サイトの方を 運営させてていいただいておりましておかげさまでこれまでにです、ね、300を超えるです、ね、ニーズを大手企業、中堅業の皆様からお預かりいたしまして全国から4000を超えるご提案550の商談を実施させていただいておりまして一部フォローアップ商談半年後にフォローアップをさせていただいておりますけど制約、制約見込みもです、ね、出ているような状況でございますまたこうしたシステムを使うことによりまして大手企業様側のですね を致しまして、国土交通省の関東地方整備局またジェトロさんと、ね、連携をした取り組みも実施をさせていただいているところでございます。えー、関東地方整備局さんとは、ね、令和元年の12月になりますけれども、ユ、えーヒーワ整備に係る防災減災等に係かります課題解決に向けたマッチングを実施をさせていただいたりですとか、えー、今年度からはですねジェトロさんとの連携も進めてですね。 いわゆる外資系企業との連携という形でマッチングの方を進めさせていただいているところでございます。具体的な事例で申し上げますと表の右側でございます。スキームにつきましては地方整備局さんの方からですとか外資系企業さんからニーズを発信していただいて全国の中堅中小企業の皆様からにです、ね、情報発信をしてご提案をいただくという形で従来型と同じでございますが関東地方整備局さんとのマッチングによります実績ということでは 関東地方整備局様の道路ですとか河川、ダムの現場の事務所の方々からですね、オープンイノベーションのパートナー探索のニーズをお預かりいたしまして、第1回目は防災ですとか、減災をですね、テーマにした17ニーズをお預かりいたしまして、えー、全国でですね、約1か月の間でですね、285件のご提案をいただきまして、現在、現場実証に向けたマッチングがですね、14件成立をしているところでございます。 第2回につきましては現在実施をしているところでございますがインフラの維持管理をテーマといたしまして8つのテーマをお預かりいたしまして30のご提案をいただいているところで今実施をしているところでございますが約10社が、ね、オンライン面談を実施をしておるところでございますまたジェトロ様との連携というマッチング実績はです、ね、ジェトロさんからのご紹介によりまして外資系企業のです、ね、第1弾として日本ロレアル様 これはもう皆様ご存知のとおり、世界最大の大手化粧品メーカー様でございますが、ロリアル様の方からですね、ニーズをお預かりいたしまして、全国から40件のソリューション提案をいただきました。その中で、ロリアル様の方からですね、ここと会いたいといったところをですね、17社とのですね、オンライン面談を今実施をしておるといったところでございます。 また本日ご視聴いただいている皆様の方の中にもおられると思いますけど、自治体の皆様がです、ね、今実施をしておりますオープンイノベーション事業との連携もです、ね、私ども今、強めているところでございます。一例だけご紹介をさせていただきます。これは新潟県様とのです、ね、連携でございます。新潟県さんの方からが、ね、アフターコロナを見据えたです、ね、イノベーション創出事業といったものの募集に関しまして、自分のところのホームページだけではなかなか集まらないと。 言ったようなです、ね、公、え、募、ー、しても集まらないという,ようなお話がございましたので私どもの先ほど申し上げましたオイムスのコーナーにです、ね、リンクを貼らさせていただいたところです、ね、こういった通常の募集を上回るようなご提案がです、ね、全国から上がってきましたよというようなお話がございました OI マッチングを希望する県内企業の課題ですとかプロジェクトを実際に挙げていただきましてそれにご興味のある全国の企業がです、ね、新潟のです、ね、農村の DX を何とかしようですとか 新しい新潟マイマイブランド、まあ、こ政策委員会ですとか、そういったところのでで、ね、いろんな形でジョインをしてきていただいているといったような実績がございます。 今までのところでですね、特に今日のごテーマでございます、農業、食品分野でのオープンイノベーションマッチングスクエアの活用事例、これ一部でございますが、ご紹介させていただきますと、どういうふうに使っているのかといったところですが、発信元の一といたしまして、食品大手様の方が、野菜等の中に虫をですね、購入した際の感知するセンサーの共同開発をしてほしいですとか、これはもう現場のお困りごとですね、素材大手メーカーさんが 農作物のです、ね、高度ですとか表面の状態などを非接触で品質検査をできる技術をです、ね、パートナーを見つけたいですよといったところですとか農機具のです、ね、大手メーカー様の方からはです、ね、農作業の効率化、精進化に向けた連携パートナーという形で,です、ね、全国からパートナー探索をさせていただいているところでございます一例、これはあの制約事例の1つでございますがこれは大手の建設業の面 まさに今日の作業安全の分野といった形でですね、近しい事例を落とさせていただきましたけれども、作業現場の安心安全に向けた作業員の位置情報の把握するソリューション開発といったところでございます。これは、ウェアラブルのですね、小型のセンサーをそれぞれのですね、作業者の方に持っていただくことによりまして、ビーコンを使いまして、例えばその作業者の方が今位置情報、 まあ事故があったときにです、ねあの、あの現場の近くに彼がいるんじゃないかというようなです、ね、把握が、把握することが早くなったりですとか、そういった形でですね共同開発を実施をしておるといったような、実際に大手企業と地域の中,中小企業のですね事例なんかもご紹介をさせていただきました。 また、えー、今年度実施しておるところがですねアクセラレータープログラムといったところでございまして私どもどうしてもあの現場の経済産業局でございますので地域の中堅中小企業の皆様ですとかスタートアップベンチャーの皆様方にですね新事業をどんどん起こしていっていただきたいという思いがございますその中で今年度実施をいたしましたこの事業でございますがオープンイノベーションによる新事業創始を促進するためにですね えー、この地域の企業さん、これはあのー、3社をです、ね、ご選定をさせていただきまして、うち2社の事例についてご紹介をさせていただきますけれども、長野県の上田市にございます、信濃県市株式会社様、これは、まあ、自動車ですとか、そういったところのモーターですとか、アクチュエーターにです、ね、強みを持っている企業様でございますが、そういったところがスタートアップの、ね、と一緒にです、ね、義足の共同開発を行ったりですとか。 また神奈川県の相模原市にございます、産油プラントサービス様につきましては、大変多くのスタートアップとの連携をですね、今模索をしていただいているところでございまして、その中の2つ目、株式会社、セツロテックさんでございますが、徳島県の、えー、ベンチャー企業でございますが、食品廃棄物とです、ね、ゲノム編集の技術を活用したです、ね、昆虫を用いた原料のです、ね、を抽出している技術開発という形で、こういった形で,です、ね、新しいエネルギー開発。 という形でですね、連携パートナーとなっている部分もございます。またもう一つでございますが。 これは中堅企業と中小スタートアップとのマッチングという形になっておりまして今までは大手企業ですとか中堅企業の皆様方からですねご提案をいただく形でやっておりますけれども私どもの方で地域の中堅ものづくり例えば補助金を採択させていただいた企業さんですとか表彰ですねそういった企業さんの技術の中でなかなか事業化が難しいあとは一歩なんだけどというところについてですね 逆に、これはリバネス様というですねお力をお借りいたしまして、国内外のスタートアップとですね掛け合わせることによって、事業化をスピードを加速させようと、まさにマーケットに送り込もうというような形で,で、これは逆に言うと、今までがニー,ズオリエントニーズ発信型でしたけどこちらはシーズ発信型でのですねマッチングを実証させていただいているところでございまして、実際の事例といたしまして、 ですね、小橋工業さん、これは岡山県で,です、ね、100年続きます、農機具メーカーさんですけれども、そうした農機具メーカーさんの方で培われた技術につきまして、大阪のドローンのスタートアップとです、ね、これ、ハイブリッド型のです、ね、ドローンのです、ね、まあ、エンジンと、これは充電をです、ね、ハイブリッドな形でやるドローンをです、ね、の開発を実施をしていると、試着、また量産までお手伝いをするようなパートナーのです、ね、事例も出ているところでございます。 こうした取り組みの中でですね、私どもといたしましては、様々な形でですね、助成金のような形もご用意させていただいておりまして、例えば地域の企業様と IT 企業の皆様がですね、コンソーシアム、連携体を組みまして、プロジェクトを実施する場合にはですね、全国からですね、これから募集するわけでございますが、予算額といたしましては、大体ですね、まあ、1800万円から1400万円ぐらいのプロジェクトをですね、実施をしていただくという形で、 まさにこれからですね、今現在、全国からですね、こういったプロジェクトを公募しておると,といったところでございます。ちょっと切り口が違うところでは、地域の企業の共生型と、まあ、地域の、いわゆる地域の課題といった形で、今回のやつは、まあ、交通弱者ですとか、病院とかになっておりますけれども、例えば農業分野ですとか、一次産業の分野でも、こういった方々が地域のお困りごと、地域の活性化をしていきたいんだよというところを、お手伝いをするためにですね、 地域企業との共生型のビジネス導入促進事業という形で施策メニューの方もですねご用意させていただいているところでございますで。最後に私の方から今日申し上げたいご提案のところになっておりますけれども本日ご視聴いただいております またこのあと、ね、ご視聴いただく方もいらっしゃるかと思いますけれどもそういった皆様方に向けてですねメッセージを発信をさせていただきたいと思います、えー、皆様方へのご提案という形で OIMS ・オープンイノベーション・マッチング・スクエアですとか OI チャレンジピッチこれリバースピッチでございますがこういったオープンイノベーションの促進に私どもの方でお手伝いをさせていただきたいと思っております 全国の農林水産分野のですね、あの私どもあの申し遅れましたけど、関東経済産業局でございますが、関東の企業でなければダメよといったことは全くございません。全国の企業様からのご提案もですね、あのお待ちしているところでございまして、全国の農林水産、食品分野の新事業創始に関わる外部連携ですね、いわゆる場合は受発注ではなくて、イノベーションパートナーを探しの企業様におかれましては、そういった 全国のからですね、今までの系列とは違うようなパートナー探索のですねあとお手伝いをさせていただきますとところでございます。オイムスを活用したですねニーズ発信、オアチャレンジピッチへのご登壇につきましてご関心ございましたらば、ぜひですねこの後、えっ、ー、と今日ちょっと連絡先を電話番号で入れさせていただいておりますけれども私どもでも結構ですしまたノ水シ様の方にですね直接お問い合わせをいただいて。 結構でございますので、お気軽にですね。お問い合わせをいただければと思っております。また、えー、最後になりますけれども、大合推進施策に関する、えー、情報交換という形でございます。えー、まあ、今日もですね。あのオンラインという形になっておりますけれども、えー、まあ、状況ま、原価の状況からですね。まあ、夜がですね。あのー、まあ、終わるということになってくれば、私も実際にですね。お前お目にかかってですね。 活用の状況ですとか、施策に関して、私ども来ますし、私どもの担当が、ですね皆様と個別にですねご面談をさせていただいて、ご相談を承りたいというふうに思っております。ぜひ、ね、ねあの,御社の課題、こんなことのできるのかなというような、今日も大変雑白な説明になっておりますので、どうやってニーズって出していけばいいのかなというようなご相談ですとか、こんなことできますかみたいなものですとか。 こんなような補助金とかあるのかなというようなご相談ございましたらは、ぜひお気軽にです、ね、お問い合わせをいただければと思いますので、えー、今後ともです、ね、あの私どもの方の施策活用にです、ね、またお問い合わせいただければと思っております。えー、大変雑白な説明になりまして、えー、申し訳ございません。私の方からの説明はです、ね、以上とさせていただきたいと思います、えー、私どもの連絡先を入れさせてていいただいております。 QR コード等もございますので、ぜひあの関東経済産業局でですねえ、検索をしていただきまして、まあ、オープンイノベーションというようなところがございますので、そこを覗いていただいて、え今日の取り組みですとか、そういったものを改めてですね、お時間があるときにご確認をいただきまして、またもう一つ、えー、中小企業さんと共同で運営しております、ジェグテックのサイト内にございます、o イムスのサイトにつきましてもアクセスをいただきまして、本当に簡単に メールアドレスを登録するだけで,です、ね、見ることができますので、アクセスをしていただいて、まず一度使ってみていただいて、問い合わせいただければと思います。えー、私,私からの説明は以上でございます。ありがとうございました。ご説明ありがとうございます。視聴者の皆様方からのご質問をお受けしたいと思いますので、 せっかくの機会でございますんで、えっと、いろいろなご質問がいただければありがたいと思いますいかがでございましょうかご説明今いただいたんですけども もう少しお時間がありますので、何か追加でご説明があれば、ご発言いただければありがたいと思いますけれども、いかがでございましょううか。はい。いありがとうございます、えーと。資料の方って映りますか。はい。 はい、あのあ改めてあのオープンイノベーションマッチングスクエア OIMS につきましてちょ,ちょっとあのご説明の方をもう少しさせていただきますと、えー、右側の図を見ていただきたいんですけれども大手企業の皆様方からですねこういったニーズ発信をいただきましてここで、えー、中小機構さんの方に所属されております、えー、コーディネーターの皆様方から全国の中堅中小企業の皆様方からですねそこに合うような提案をですね ニーズに合うような提案をです、ね、いただきましてマッチングをさせていただくといったところでございますのでぜひ、えー、うちのこんなニーズ見つからないんじゃないかなといったご心配があるかもしれませんけれどもそういったコーディネーターの皆様方を介してまたよくあるんですけれども提案が上がってきたら全部マッチングをしないと面談をしないといけないんですかというお話がありますけどそれは実際に書類を見ていただいてご興味がある企業様のみとだけですね面談ができることになっておりますので。 そういったところでですね、直接のやり取りといいますか。お時間の方も短縮できる形になっておりますので、ぜひご検討いただければと思っているところでございます。最後にすみません、一点だけなんですけれども、あの農水省さんもそうだと思いますけれども、今ちょうどあの春先に向けてですね。はい、えー、あの、いろんな公募事業が出ておりますので、ご相談いただくのはちょうどいい時期なのかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。ぜひ皆様方おいますの方をご活用いただければと思います。今ご質問が一つまいりました。はい。あ、ご質問ありがとうございます。あの知的財産の保護やセキュリティについてはいかがお考えですかというご質問ですけれども、あの非常によくいただくご質問でございまして。 これあの実際に大手企業さんとです、ね、地域の中小企業様がマッチングをする際にはです、ね、最初は書面でやるわけですけれども実際にその後、えー、事業、試作品開発なんかをやっていく場合にはです、ねまあ、当然ながら NDA なんかをです、ね、結んでいただいた上でです、ね、そこ試作品開発を進めていく。 といいなこころももごござざまますすしこの図にもございます私どもあの、先ほど説明を発しおりまして申し訳ございません、専門家という形でですね弁護士の方、弁理士の方等もですね入っていただいて、どちらかといえばまあ中小、スタートアップ側のですね知財ですとか、逆に大手企業様からも多いんですけれども、大手企業様のホームの方ですとかからもです、ね、そんうなうところとやって大丈夫なのかみたいなご質問がありますので、そういったところのサポートをする形で、ですね知財の管理等もですねやっておると。 ところでございます。はい、ありがとうございます。視聴者の方々、せっかくでございますけど、何かご質問がございますでしょうか。ありがとうございます。何か追加の ご説明はもうよろしゅうございますでしょうか。大丈夫です。はい。それでは本日は、えっ、ー、と。農林水産省の作業安全推進ウィークの方に。ご参加いただき、ご発表いただきまして、ありがとうございました。それでは。経済産業省様の。ご発表を、これで終了したいと思います。本日は、ありがとうございました。どうもありがとうございました。